節節より8節ですイエスは気を落とさずに絶えずいろない祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところが、 その町に一人のヤモメがいて裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかったしかしその後に考えた自分は神など恐れないし人を人とも思わないしかしあのヤモメはうるさくてかなわないから 彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて、私を散々な目に合わすに違いない。それから、主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして、神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに 彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見いだすだろうかおはようございます。おはようございます。ますえ今日も、えー、このようにねズームを通、ズームのオンラインでハワイでも 日本でも同じ時間に礼拝を捧げる皆さん祝福いたしますそしてまた YouTube やラジオの配信を通して礼拝を共有されます皆さんにも主の祝福がありますように、えー、今日も、えー、祈りが、まあ、テーマのこの「イエス様のたとえ」13回目になりますけれども「えー、ルカ18章」一節からのところ8節までのところです。 失望せずに常に祈るというのがこの説教のタイトルであり内容ですけれどもねでこの例えはあの一般的にはね不正な裁判官の例えとか呼ばれます裁判官の例え不正な裁判官の例えと呼ばれるまあ箇所なんですけれどもね登場人物はっていうとその不正な裁判官ともう一人はその裁判官に必死に訴えます。 やもめはまあ立場上立場の弱い存在であってまあきっとねあのひどい扱いを受けたんじゃないでしょうかねまあ社会からというか他の人からね理不尽な扱いを受けてあのまあ法に守ってもらいたい法律に守ってこんなこと あってはいいいけななんじゃないだろうか、えー、それを、まあ、裁判官に訴えるわけですが、まあ、いつの時代でもいつの世の中にも、まあ、立場の弱い人間というのは、まあ、力が弱いそうするともちろん言うべきことが言えないそして命をこう脅かされるほどに、まあ、今もその,そのような状態がありますけれどもね、えー、そういう扱いを受けてしまう。 やもう一人の裁判官という立場はこれ裁判官がみんな悪いというお話ではもちろんないですが人を裁く力が与えられている大きな力を持った人であるのは事実なんですねそしてまあ大きな力ですが国のリーダーというのとは違ってあくまで法律に照らしてその力をまあ行使する特権を持つのが裁判官です。 人を裁くということができるんですからね、これはすごいことなんですが、ただ人を裁けるということは、逆に神になり変わってということ、神などを恐れないって書いてありましたね、さっきね、聖書を読んだところで、神など恐れない、人を人とも思わないということを、まあ、自分でもこの人は、 分かってるよ開き直ってるみたいね私は偉いんだって裁きことができるまあそういうこの裁判官とやもめのストーリーですこの立場の違う2人のストーリーから、まあ、祈り願うっていうことですね失望せずに常に祈ることということがテーマなんですが一節にはイエスは 気を落とさずに耐えず祈らなければならない。まああの、交互訳ですと失望せずに常に祈るっていう訳し方なんで、交互訳のタイトルを短くなるので選びましたけれども、まあこれを弟子たちに例えで話されたわけですね。で、前回の礼拝でも祈りっていうことがテーマでした。そして先週の水曜日、 マンフリーの月齢セラプレイズでも、まあ、祈りそしてその痛みっていうんでしょうかね祈り至り痛みと祈りがこうテーマでしたし、まあ、今日ももう少し祈りをと思いますで祈りというのは、まあ、あの信じる私たちの信仰生活の中でとっても重要な要素です、えー、ということはねあのまあ私も あんまりこう強く言ったかな言わなかったかなでもまああのお伝えしてるかなと思うんですね信仰の、まあ、入門コースなんかをしますとね牧師は必ず聖書を読むように聖書をまあ学ぶようにということを言いますねえそしてもちろん毎週の礼拝を大切にしましょうっていうことをまあ進めますそして 賛美する礼拝をするときには賛美するのもとても大切ですしそしてもう一つ祈ることもというまあベスト3ベスト4の中にもちろん祈りということが欠かせないものとして私たちのクリスチャンの信仰生活の中で大切ですということを勧められますけれども。であの日本の教会 っていうのはあの伝統的に、ね、あの日本の教会っていうのは聖書を学ぶこと、えー、これが良い特徴としてあったっていうふうに、えー、言っていますそしてあの、まあ、もちろんそれだけじゃなくてするんです他の要素もあるんだけどもねあの学ぶことが特徴だったでもあのお隣の台湾の教会はですね あの賛美をする音楽にすごく特徴があってよく歌う教会ですっていうふうな言われ方をしますでは韓国の教会はっていうとね韓国の教会もよく歌いますでもそれと同時によく祈るっていうのはやっぱり韓国教会はっていうと祈る教会台,台湾教会はっていうと賛美する教会では日本の教会はっていうとよく学んでいる教会ですね っていいうそれぞれれぞの特徴がが良いんですが、まあ、どれも欠かせないんです一つだけのことではなくてみんなそれぞれ素晴らしいことでそれぞれにあの大切にしてるんですがどっちか言うとやっぱりそこに特徴があると例えば日本の教会は学ぶことは素晴らしいがどっちか言うと賛美することと祈ることにちょっと足りなかったかなって反省をし するような時もありました。で、まあ今はどうか分かりません,うん。でもみんな大切なんですからね。それぞれの特徴をまあ私たちの特徴にできたら一番いいんだと思います。祈り、これはあのプロテスタントの教会ですと私も何度も言いますけれども、自分の言葉で祈るということ。えー、で、これがあのなかなか難しいんですね。 心で祈って頭の中で祈るって言った時には一人だったらもし言葉にしても独り言のように祈ることもできていいんですが人前で祈らなければって言った時にちょっと躊躇する場合もあるかと思います。はじめはこう言葉が出てこないんですね上手に言葉が出てこないと自分で思ってしまう。 そして他の人と比べてしまったりしながらでも少し回数を重ねて慣れてくると他の人の「ああおりあ,あいうお祈りできたらいいね」と真似することもできるし参考にして回数を重ねながらまあお祈りするっていうことが少しずつできて自分の心を祈ることができるようになりますがまあ 今日の祈りっていうことは、これ言葉上のことだけではなくて、まあ、その心っていうかね、真剣さ、そして神に訴える祈りというのはどういうものか、そして諦めない祈り、忍耐の祈り、えー、今の時にまた必要な祈りの要素、これを 見ていきたいと思います。まあ、祈ります。お祈りします。っていうのは一般的にも多く使われる言葉です。で、あの、先週の金曜日は311で、これはあの東日本大震災でニュースなどでもそういうものがあり、取り上げられていたかと思いますしね。まあ、でも11年経ったので、やはりそれは少しずつ形を変えながらですし。 まあこのハワイでも何回か、えー、プレイ・フォー・ジャパンっていうことをね、えー、させていただきながら、えー、まあでもやはり11年経ちますと少し形は変わりますが、えー、でもやっぱり祈りっていうことは私たちにとって大切だっていうのは一般的にも知られて分かっていてしていることですねでましてや今のこの ウク,ライのウクライナのこの状態の中ではもう世界中が祈っていることです。で早くに、ね、停戦、休戦できないんだろうかその平和和平への道っていうのがでも今見えないからこそみんながもう差し迫ったこととしてこう祈っている支援具体的に支援したり援助したり そういういこともできますけれども、ねまあでも歯がゆいんですね。本当にヨーロッパもアメリカも実際に手を出すことができないような状態だからこそ祈ること、まあ、祈ることしかできないっていうとちょっと言い方が変ですがでも祈るべき時です。で、まあ、の私たち教会というのは、まあ、信仰で大切な要素ですってさっき言いましたけれども。 と同時に、教会は何ですかって言ったとき、私たちのこのセラ・プレイズもそうですけれども、祈りの共同体ですということが言える。これはね、あの、ある著名な先生が言った言葉なんですけどね、教会とは祈りの共同体ですというんですね。で、祈りは、まあ、キリスト教信仰、そして教会の、キリスト教会の中心である。 と言っていいんですね、えー、教会では祈ることが勧められてそして祈ることが教会のまあ呼吸であってその互いの関係の中で祈るそして祈られる互いという関係がそこに思いを込めるし愛を込めるという意味で祈りってすごく大切でまた 自分が祈る、教会が祈るっていうことと同時に、祈られるっていう、このことも、あの、多く体験すると思います。祈ること、祈られること、その恵み。まあ、祈り、祈られる共同体と言っていいでしょう。祈られているっていうことは、本当に励ましなんですね。祈ること、祈られることの恵み。 これが教会にある祈りの共同体なんです。でも、えーまあ、祈ることを一生懸命すればするほど真正面から向かい合えば向かい合うほど、まあ、真剣に祈る祈れば祈るほどどうすることもできない状況とか状態があるなっていうことを痛感すると思います。で、 比較的状況がいい時はですね自分も平安ですそしてまあ祈りに慣れて祈ることができるとその弱さのために祈ることもできてでも自分の中では、まあ、あの今がいいので楽観的な祈りになるかもしれないなんとかなるさ悪くはないんですがでもそんなこう状態でももちろん祈りはすべきですしするんですがでも逆に 今日の時こそ困難の中に置かれた時にこそ本当は祈るべきですがでもその時の状態ってどうですかねすごいもう悲観的になるんですね祈りの言葉も本心から祈ったらばもう悲観的な言葉が出て堂々巡りをするような祈りにもなってしまうそれが現実ですしそれが私たちなんですねいやだからこそイエス様は 気を落とさずに絶えずにえ祈りなさいと祈らなければならない。失望せずに常に祈りなさい。この教えっていうのは、イエス様の励ましです、ね、祈れないからこそ祈りなさい。そう、今も言ったように、失望する時が必ずある。祈れない時がある。気を落とす時がある。 失望があるからこそ祈るんだっていうことを見たいと思いますが、まあ、気、まあ、本当にね、気を落とすとき、失望のときは祈りま、祈れません。で、肉体的な、こう、精神的な痛みがもう絶頂であると、もう理屈なんかなくてね、祈れません。あんまりに痛いとね、体がです、外側からの痛みがあると、もうこれ、あの、 痛みに疲れて疲れ果てて気を失うっていうこともあるんわけですね。で気,の気を失えればいいけど気を失わなずに意識がある時は痛いんです。それが続くんですね。でどうしてそういう時にあの落ち着いて祈れますかもう気を失いそうな時ですよ。そして、 痛みが続いているときにどうして祈れるんでしょうかね。まあ、あの、この例えで気を落として失望の時っていうのは、これやもめがもう行き詰まってるんですね。もう解決策がないんです。解決が見えない。で、まあ、肉体的な痛みがあるのかどうかわかりませんが、痛みっていうのは、あの、まあ、失望するっていう時は、 解決が見えないことまたは具体的な痛みという外側からの圧迫っていうんでしょうかね外からのものがあります要素がありますでここではそれをやもめは跳ね返す力はないから痛くて失望しているわけですねでまあそれをなんとかどうにかならないかって不正な裁判官裁判官に訴えても 不正な方はね、取り合ってくれない、えー。そして不正な方は神を恐れない。人を人とも思わない裁判官なんです。解決がそこでもない。諦めるしかない。降参するしかない。やもめは引き下がったんでしょうかね。もう真っ暗ですよ。他に手立てもないし、自分でどうにもできないし、訴えた3倍、裁判官も、でも、 ここではここに訴えるしかない。その状態の中で、まあ、あのこのやもめの心っていうのは、もう外側からのその解決策がないのと同時に、内側は痛めつけられてるから、心ですね。心が痛くて、心がやはり暗くなって、あの心が折れるっていう言い方をしますね。心がポッキンしちゃう。もうダメだ。 っって思っちゃう、えー、まあ何度かお話しましたけどね私もあのもう10年も前になりますが、えー、入院して手術をしながらの,あのそれの中での一番つらい時っていうのはこう痛さが本当にこう痛さにもだえてっていうかねお薬も効かないし、えー、そして何度も何度も繰り返していたその時だったので。 えー、入院すること手術を繰り返すと、えー、そのたんびに頑張るんですねで、うんえー、それでもやはりさらにまた痛みが来る時、えーまあ、気力がなえるっていうか気力がなくなって、まあ、心が折れてしまう時ありましたねやっぱりね。もうなんか まあもちろん顔は痛いとね痛いよっていつもやってるんだけれどもそれにも疲れててもう何にも言葉も出ない祈ることもちろんできなくてという時ですからあの主治医が来ますとねえやっぱりもうその様子が以前は頑張ってたのが見えたのかもしれないんですがもう本当に疲れきって駄目だあの外側も駄目なように見えるんでしょうね。 そんなんんなじゃダメだって言うんですね本人に治る気がなければ気力がなければダメだこれ励ましなんでその通りなんだけれどもでもダメな時はダメなんですねでその時はもう真っ暗闇なんですねでまあその意味では外側からの痛みで自分が暗くなる時自分の中でもその痛みは暗闇となっていますであの水曜日にあの マンスリーのセラプレイズの時、詩編の88八編を読みました。で、祈りの詩編ですが、嘆きの詩編でしたね。あの、もうあの詩,詩を歌っている作者、その作者を救ってくださいって神に求めている作者の祈りだったんですが、通常ね、詩編っていうのは 嘆いてもそこから主を褒めたたえるっていうのが大体の形であるし、それを期待するんですが、でもとてももう悲観的な祈りがずっとつ続いて、真っ暗闇の,あの状態をずっと歌っていました。で、最後の最後もすごい締めくくりでしたね。あの、八十88編の一番最後。今、 私に親しいのは暗闇だけですって詩編が終わったんですね。もう真っ暗闇で終わっちゃって神様を褒めたたえますっていうのなしでしたね。でもそれも現実なんですね。暗闇、失望で、その深さで終わる。いや、あれは失望は私たちにあるんだっていうことを歌っていました。イエス様も詩編の22編の「我が神、我が神」。 私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるんですか十字架のイエス様はその祈りをされましたが、でもイエス様は、その祈り、暗闇を前に祈った祈り、そこから十字架に葬られて、墓に葬られて、でもよみがえられた。信じる私たちも、 その失望で終わるんじゃなくて失望があるからこそまた失望の祈りも祈りとしてその命の希望というのを見出すことができるいや失望があればこそ祈ることができる祈りにまた導かれるそうなんですねあの信じる私たちは失望に終わらない神様の助けを受け取ることができますよ っていうのが聖書にある言葉です。失望の時にこそ祈りに導かれます。えー、聖書に出てくる人たちはもうみみんなって言っていいぐらいあの失望しましたね。アブラハムもイサクもヤコブもヨセフもダビデも。 みんなどん底失望を味わって痛みを味わってパウロもそうです。でも失望の中で祈りに導かれた人たちでそして主の恵みをいただきます。えー、エリアという預言者がいます。烈王記旧約聖書の烈王記の中にね、エリアさんという人が偉大な預言者です。信仰の人。 祈りの人で,す、ね、であのクリスチャンの名前でもエリアエライジャっていうんでしょうかねエリ,アエリアさん日本語でもエリ,アエリア君なんていう名前多いんですけれどもえー、まああのエリアはねなんつうんでしょうかねえー、まあ「列王記」っていうあの聖書の箇所ですね列王っていうぐらいなんで「 王様が歴代の王様のストーリーが書いてあってたくさん王様の名前が出てきます。で、まあ、名前をね一つ一つなかなか覚えられないぐらいなんですが私の聖書には実はその王様の名前のところに「丸と「ペケを書いてます。で <laughs> この王様いい王様って丸「丸二重丸はいたかなわからないな。でもね「罰が多いんだ。「罰なんか良くない悪王。 悪い王様悪い王様悪い王様良い王と悪い王、えーまあ、今もね国のリーダー王様は今はないんだけれども国のリーダーに「丸る」と「ツつけるとしたら、えー、なんかみんなでつけてますねあの人はいいんだいいいいんだいいという人もいればあの人はもう罰なんてね罰をつけてる人もいますけれどもまああの エリアのこの時代エリアの時の王はアハブっていう王でしたアハブはね罰ですよくない <laughs> よくない王でねでまあ,あの奥さんのせいにするのも申し訳ないんですけれども妻のイゼベルというのがよろしくなかったねえー、まあ奥さん 奥様の影響というのはどの家庭でも大きいんですが、この一国の王もアハブもね、奥さんイゼベルのあの違う信仰バール信仰というのを持ってきて突入できちゃったんですね。バール信仰というのは極端です。太陽崇拝があったりとか、まあ神殿を倫理的に無茶苦茶にするようなこう信仰であって、その国自体がもうおかしくなって 国が崩壊すするようなその時だったんですこの時預言者エリアは立ち上がってねその権力に王にも、えー、立ち向かっていく宗教改革をしたと言っていいんでしょうかね成功させたんですがでもエリアも立派ですが人間なんです痛みも分かってるし恐れもあってで どんなリーダーでもそうなんですが自分の思い通りにいかないとそれがどんなに理不尽であっても思い通りにいかないとそのことをしているこのエリアが気に入らないんです気に入らないどころじゃない暗殺計画を立ててそしてそれはもう時刻して時間まで <laughs> 指定して、えー、殺すぞと殺害予告を。 本人に突きつけるんですね、まあ、それを聞いてしまうとエリアは何とも、あのー、これは困った、えー、それはこう逃げるしかなくて、まあ、逃亡するわけです。で逃げていきますが自分の従舎自分のしもべからも離れて一人っきりになりながらずっとずっと逃避行逃げていくわけです。逃逃逃げげげて逃げて逃げて,いって 「もうもう十分です。神様十分です。主よ十分です。もう私の命取ってください」。死を望むほどにもう疲れ果てて木の下で、まあ、痛みのもう究極でしょうかねその時に眠り込むっていうか倒れ込んで体も心も内側もボロボロの状態で。 もう気を失ったよううなもんでしょうねでそのところに密会が現れて「起きなさい」「起きて食べよう」って言うんですね。<laughs> 確かにあのどんな時でも食べるとちょっとねちょっと食べれるといいですね。でこの時はまあ食べることができたというか、えー「神の使いはパンと水まで用意して起きて食べよう」えー「まあ、エリアは」 ももう意識があったののかかないのかでも食べましたね食べてお腹がいっぱいになるとねちょっと忘れたのかな今度は倒れるというよりも眠ってしまってまた寝ているとまた見つかりが来てね起きて食べようさらに食事をくれてで食べると人間っていうのはちょっと元気になりながらねちょっと意識も変わっていくんでしょうかね。 食べると立ち上がれるようにもなってそしてまあでも解決したんじゃなくてまだ逃げなくちゃいけなくて困難な道がこの後もあることそれが分かりながらもでもやっぱり逃げていきます40日間40日40夜、まあ、逃避行逃げていきますえナ、ー、内山神の山ホレブまで あのー、私たちもね最近見ないかな逃げる夢見ますよね <laughs> 時々ね嫌、えー、ですね、えー、そして逃げるっていう時あのまああのそれは小説になったりドラマになったり映画にもなるように逃げるっていう中に人の心やそしてその状態っていうのがよく出てきます、えー、立ち上がって 食べて立ち上がって40日逃げてやっと神の山ホレブに来たんだけれどもでもまだ命の危機は続いていて命は狙われているのでその偉大な預言者なんだけれどもエリアはまだこう祈れなかったんですね祈らないというか祈れないただひたすら逃げていてそして 逃げた先の洞穴に隠れているその時も祈りよりも恐れそして失望もう望みがないっていう状態でその時に神の声を彼は聞きますここで何してるのかここで何をしているのかそして彼を祈りに導きますその時言ったイエスあの主の言葉はねそこを出て 山のの中で主の前にこの洞穴の暗いところにいるんじゃなくて山の中で主の前に立ちなさいってこれ祈りをしなさい神に祈りなさいという意味の言葉ですエリアのエリアとねその神とのこの祈りのホットラインが今つながったと言えるでしょうね神様はエリアに行く道を 示されたんです神様絶対放っておきません。今日の箇所の7節いつまでも放っておかれることがあろうか。神を信じるとき、昼もよ夜もね、叫び求めて選ば,ら選ばれた人たち、痛む人、苦しむ人に神は放っておかれない。祈ることもできないその中で、 祈りを導かれる。失望に終わらないという祈りに導かれる。そして祈りの答えをくださいます。八節。神は速やかに裁いてくださる。それが祈りの答え,答えですね。あの、もう誰も追ってこないよっていう答えではなくて、神が責任を持って神がなされるから、それを 私たちにくださいます神の裁きっていうのは決して今の私たちの願いがすぐそのまんま出来上がります願いの通りになるっていうことではないそれよりも神がなされます神のベストがなされますということ私たちはその神のベストの裁きこれを信じることができます私たちは失望せずに祈ることが できます今はこの世界がね不安定でこう終末を強く感じさせる時でもあります。祈ったってもうなるようにしかならなくてそんな時かもしれないですね。思えるそう思えるような時。でも八節には人の子が来る時果たして地上に信仰を見いだすだろうかというのはもう その終末の終わりの時に、まあ信仰はあるかどうかわかんないね。ダメだね。そんなこう不足を嘆いている、イエス様の言葉ではないんです。終末の時にこそ信じる者に与えられた、その失望せずに常に祈る特権と使命、それを持つ者が、ほら、ここにいるよ。ここにいるよ。 私たちにはその祈りが与えられている、失望せずに常に祈るもの。私たちはそうでありたい、そうさせていただきたいと思います。祈りましょう。う